から間もなくイベントをスタートしていきます。繰り返しのご案内となりますが、写真撮影される場合は必ずフラッシュが光らない設定での撮影にご協力をお願いいたします。またですね、皆様から向かって左側横のスクリーンに上の映像が映し出されています。皆さんお時間のあるときぜひ横のスクリーンにも注目してみてください。さあ、それではお時間となりましたのでイベントをスタートしていきます。皆さん改めましてこんにちは。本日はようこそ名古屋港水族館へお越しくださいました。さあ、今からベルーガの不思議な魚の食べ方イベントをスタートしていきます。まずはじめにベルーガたちのことについて簡単にご紹介していきます。ベルーガは北極周辺に住むイルカ、クジラの仲間です。体が真っ白なことから別名白イルカとも呼ばれたりしています。そのベルーガをここ名古屋港水族館では現在4頭飼育しています。今日はですね、そのうちの2頭にイベント参加してもらいます。ではそのベルーガ順番にまずご紹介しましょう。さあ、上のトレーナーからサインが出ました。さあ、まずやってきてくれるベルーガ、さあこちらよ。さあ、こちらのベルーガ、オスのベルーガで名前をミライと言います。さあ、ミライがくるくると回転してご挨拶です。さあ、ミライはですね、ここ名古屋港水族館生まれのベルーガなんです。こんにちは。さあ、両方の胸びれ振ってご挨拶です。上手だね。もっと振れるよ。よいしょ。こんにちは。上手に振ってくれています。さあ、未来の誕生日は8月2日現在11歳の元気いっぱいのオスのベルーガです。さあ、そしてベルーガこんな風に首がとてもよく動きます。さあ、上手だね。さあ、未来ですね、上手にご挨拶できたので上のトレーナーの方に帰ってもらいましょう。さあ、続いてもう1頭ご紹介します。さあ、こちらのガラスメンバーにやってきてくれますよ。さあ、こちらのベルーガ、名前をナナと言います。こんにちは。上手。さあ、ナナもですね、先ほどご紹介したミライと同じくここ名古屋港水族館生まれのベルーガなんです。さあ、こんな風に首横にも動きます。そしてですね、ナナただいま妊娠しております。お腹の中には赤ちゃんがいるんですね。さあ、ナナ何かを見つけて食べたようですけど、お魚が落ちてたんですかね。さあ、そしてベルーガの口元、皆さん分かりますかね。よいしょ。さあ、歯もたくさん入っているんですが、こんな風に柔らかい筋肉でできているんですね。そうなんです。さあ、この口元が柔らかいこと、この後とても大切になってきます。皆さんよく覚えていてください。さあ、まだ上手にご挨拶できました。さあ、それでは本日の本題に移りましょう。ベルーガの不思議な魚の食べ方ということで、普段ベルーガたちどのようにして魚を捕まえて食べているか、その狩りの様子をご覧いただこうと思います。まず野生のベルーガたちは魚の他にもエビやカニなど50から100種類ほどの生物を食べていると言われています。さあ、その中にイカナゴという魚が含まれているんですね。さあ、そしてそのイカナゴ、砂の中に潜るという性質を持っています。さあ、皆さんこちらのパネルをご覧ください。ベルーガ海底に潜っていますよね。そしてこの砂の中には先ほどご紹介したイカナゴという魚が眠っています。ではこれを砂の中に入ったイカナゴという魚、ベルーガたちどのようにして捕まえて食べるのでしょうか。さあ、その狩りの様子ご覧いただきたいのですが、本物の砂と生きた魚ご用意することは大変難しいので、今日は実験装置を使ってその狩りの様子をご覧いただこうと思います。さあ、それでは実験装置下ろしてもらいましょう。さあ、中央のあたりから実験装置降りてきました。さあ、手作り感満載のですね透明な筒です。
さあ、この中にはですね、シシャモという魚を今日は使っていきます。さあ、魚入っています。さあ、これとても長さありますよね。ベルガたち口が届きそうにありません。ではこの中に入った魚、どのようにして捕まえて食べるのでしょうか。さあ、それではその魚の食べ方、今から見せてもらいましょう。さあ、未来がやってきてくれるようです。さあ、未来が上からやってきてくれました。さあ、皆さんどのようにして食べているでしょうか。口元にぜひ注目してみてください。さあ、皆さんどうやって食べているか分かりますかね。さあ、魚巻き上がっていますよね。さあ、口元まで来たところをですね、勢いよく吸い込んで食べているんです。さあ、今ウーフーフーとですね、魚巻き上がっていますよね。さあ、これ何をしているかというと、ベルーガ口からですね、水を吹いているんです。そしてその水を吹いて魚が舞い上がってきたところをですね、勢いよく吸い込んで食べています。さあ、未来上手にですね、魚一匹一匹食べてくれていますね。ベルーガの口はですね、私たち人間と同じように柔らかい筋肉でできているんです。なので口をすぼめて水鉄砲のように水を吹き出すことができるんですね。さあ、未来帰っていってくれました。さあ、まだ粒の中に魚少し残っているので、次ナナに来てもらいましょうか。さあ、ナナがまたやってきてくれますよ。さあ、皆さん、ナナの口元に注目していきましょう。さっきの未来よりかですね、勢いがとってもいいです。さあ、上手にふうふうと吹いて口元まで来たところをですね、勢いよく吸い込んで食べてくれています。さあ、ナナ上手に食べてくれていますね。さあ、皆さん分かるでしょうか。今ナナですね、水を吹いてくれていますね。さあ、ナナ満足したようです。帰ってきてくれました。さあ、魚まだ残ってるんですけど、今日はですね、これで終わりにしましょうか。さあ、それでは実験装置を下ろして、あげてもらいましょう。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。水族館では私たち飼育員が直接手からですね、ベルーガたちの口に魚をあげているのですが、野生のベルーガたち、このように器用に口を使ってですね、狩りをして魚を捕まえて食べているんです。ではここからはベルーガたちの特技を少しご紹介しましょう。先ほど器用に使っていた口ですが、その口を使ってバブルリングというリングを作ることができるんです。ではそのバブルリングを見せてくれるミラーにですね、ガラス目前にやってきてもらいましょう。さあ、ミラーが右手からやってきてくれました。さあ、ミラーこっちだよ。さあ、皆さん、ミラーのですね、口元に注目していきましょう。さあ、いきますよ。せーの、よいしょ、よいしょ、上手にできました。もう一回いくよ、よいしょ、上手にできましたね。じゃあ、こっちのお客様の前でもやろうかな。いきますよ、よいしょ。さあ、ちょっとですね、今ちっちゃか、細かったんですが、上手にできましたね。さあ、こんな風に口を使って器用にリングを作ることもできるんですね。さあ、上手だったよ、未来。さあ、それでは未来に帰ってもらいましょうか。とても上手にバブルリングできました。さあ、続いてですね、ベルーガたちの鼻、どこにあるか皆さん分かりますかね。さあ、そうです、頭の上に鼻ついています。さあ、その鼻からもですね、空気を出してリングを作ることができるんです。ではそのエンジェルリングと呼ばれる種目ですね、次ナナに挑戦してもらいましょう。さあ、ナナがまた右上からやってきてくれました。さあ、皆さん頭元に注目していきましょう。いきますよ、よいしょ、そうです、よいしょ、そうです、上手、よいしょ、上手、よいしょ。さあ、今の上手にできたね、よいしょ、もう一回いくよ、よいしょ。さあ、皆さんいかがでしたでしょうか。たくさんリング出しましたか、分かりましたかね。
さあ、ナナが上手にエンジェルリング決めてくれたところで、今回のイベントを終了といたします。さあ、最後にナナからご挨拶があるようです。はい、行くよ。バイバーイ。バイバイ。さあ、また皆さん元気いっぱいのベルーガたちに会いに来てくださいね。最後までのご観覧誠にありがとうございました。バイバーイ。ありがとうございます。上手やね。さあ、ナナとても最後上手にご挨拶できました。上に帰ってもらいましょう。さあ、これでイベント終了といたします。この後もどうぞ名古屋港水族館でごゆっくりとお楽しみください。最後までありがとうございました。